ハンガリー社会党は、ハンガリーの社会民主主義政党、旧ハンガリー社会主義労働者党の法的後継政党、社会主義インターナショナルに加盟。1990年の体制転換以降初の国会選挙以来、1994年、2002年、2006年の3度に、渡り、選挙に勝利し、連立によって与党となったこともある。 ポーランドの民主化を追いかける形で、ハンガリーでも1987年に民主化運動が始まり、1988年秋以降、多くの政党が結成、復活し、事実上複数政党化した。複数政党化を絞るグロースカーロイショ基調らの共産党幹部に対し、改革派のポジュガイムレ政治局員らが民主化。 社会主義労働者党内部の改革推進を主張。1989年2月に社会主義労働者党は複数政党化を正式に認めた。10月には党大会を開催し、一党独裁制を放棄し、党名をハンガリー社会党に変更したが、指導部となる幹部会人事をめぐっては議会制民主主義に沿った社会民主主義政党化を目指す改革サークルと、 共産主義時代の権益を可能な限り存続させることを願う保守、中間派の人民民主派が激しく対立した。党首には1968年からのハンガリー経済改革の父と言われたニエル・シュレジェが就任した。社会党への改組自体にも反対した保守、中間派の一部はハンガリー社会主義労働者党が存続していると主張し、 そのままの透明で1990年の総選挙にも臨んだが、以降一度も国会に議席は得られていない。1990年に行われた事実上45年ぶりの自由選挙では、第4党にとどまり、政権を離れ、ニエル首党首は体制転換期に外相を務めたホルンジュラに、遠くの座を譲った。選挙での敗北後、体制転換の立役者であったポジュガイ。 ネーメトミクローシュ元首相らの要人が離党した。体制転換によって権益を喪失することを恐れた旧共産党、政府関係者、国営企業幹部の多くは経済界へ転向した。選挙敗北後に行われた党大会で社会民主主義政党としての方向づけが明確となり、その後改革派と中間、保守派との対立も徐々に解消されていった。 1990年選挙に勝利した右派ハ,ハンガリー民主フォーラムなどの連立政権は計画経済から市場経済への移行による経済、社会の混乱などで支持を失い社会党は1994年の総選挙を前に国民の支持を回復した民主フォーラム連立政権はホルン党首が1956年ハンガリー動乱で放棄した民衆を逮捕する関係であった過去を 強調して、社会党の支持増加を阻止しようとしたが、結局1994年の国会選挙で、社会党が過半数の議席を得て大勝し、政権に復帰、ホルン党首が首相に就任した。社会党は、大政転換期は、強い反共主義を掲げて、青年民主同盟と協力関係にあった、リベラル、社会自由主義政党の自由民主同盟に連立を呼びかけ、 自由民主同盟が反共主義に決別して政権参加を受け入れたことで重要法案の採決を可能とする国会議席の3分の2以上を獲得して4年間にわたって安定した政権運営を行った。急激な民営化や外資導入には慎重であった前、民主フォーラム政権と異なり大幅かつ強力な民営化、外資導入を推進したが、 その過程では民営化にまつわる与党関係者の巨額収賄事件が相次いで生じ、経済界用人などを狙った爆弾事件が多発するなど治安のさらなる悪化を招いた。また膨張した財政赤字の改善のため、ボクロシュ財務省が緊縮政策を行ったが、財政赤字の改善は皮肉にも後のフィデス・ハンガリー市民党政権時代にも、 続く安定的経済成長の基礎を作った。しかし1998年の選挙では、社会党政権の急激な民営化、外資導入優先の市場経済政策への反感もあり、大方の予想に反して、若い首相候補オルバーン・ベクトル党首を擁する、右派政党のフィデスに敗退した。この敗北を受けてホルンは党首を辞任、コバアッチ・ラースロー元外相に党首を譲った。 2002年の議会選挙では、ホルン政権下で財務省を務めたメッチェシ・ペーテルを首相候補とし、最低賃金額の引き上げ、公務員給与の引き上げなど、ポピュリスト的選挙公約により、国民の支持を得て、僅差でフィデスに勝利し政権に復帰した。メッチェ氏社会党政権は、当初は高い支持率を誇り、2004年には体制転換以来の国家的悲願であった。 EU 加盟を実現した。しかし政権は明確な政策を書き、選挙公約の結果生じた大規模な財政赤字によって懸案であるユーロ導入の見通しが先送りとなった。2003年夏以降、社会党は大幅に支持を低下させ、2004年春の欧州議会選挙では野党フィデスに敗北した。この敗北後、 当主はコバーチからヒルデルイシュトバーンに交代した。2004年夏には内閣改造をめぐって連立相手の自由民主同盟からの不信任表明を受け、メッチェ首相は自らの戦略顧問や閣内で青年スポーツ大臣も務めていた裕福な実業家、ジュルチャーニ・フェレンツ首相にとって変わられた。地方党組織の強い支持を受けて首相に就任したジュルチャーは 謎とされる体制転換後の浮遊化に湧く相次ぐ失言やワンマン的言動などで、ウーハはもちろん社会党内の一部からも批判を受けていたが、強力な政治的手腕によって弱体化していた国民からの社会党への支持を回復し、国の経済実績数値を美化して国民に発表する手法も手伝って2006年の議会選挙に勝利した。しかし選挙での勝利後、 ジュルチャーニ首相は選挙公約に反して大幅な緊縮政策を相次いで発表、社会党の人気は一挙に低迷した。国民の不満がくすぶる中、2004年の首相就任以降、虚偽の経済実績数値発表を行っていた事実を語った発言が2006年9月に暴露され、9月からハンガリードーラン50周年である10月23日にかけ、 大規模なジュルチャーニ首相辞任要求、反社会党の暴動、抗議デモが発生した。9月に行われた地方自治体選挙では、野党、フィデスに敗北し、国民から大きく支持を失ったウ派ハからの批判に対し、ジュルチャーニ首相は、財政赤字の立て直しなど、諸改革推進の必要性を訴えて、辞任要求を断固として拒否したが、2009年3月に行われた。 党大会の場で首相を辞任する旨を表明、当首の座も退いた。しかし統制低下は止まらず、地方選挙や補欠選挙で相次いで敗北。2010年4月の総選挙では、フィデスに大敗を喫して、議席を大幅に減らし、下野した。選挙後の7月、メシュテルハージ・アティッラ国会議員団長を党首とする新執行部を選出した。10月に行われた、 統一地方選挙でも、首都ブダペスト市長選挙で、フィデス候補が社会党候補に大差で圧勝するなど、敗北、選挙後には、推理元国会議長が離党、新党、社会同盟に参加した。11月2日、与党フィデス議員が提出した、サハメディアが支配的な状況を是正しようとする、メディア法が賛成多数で可決、また、フィデスが、 憲法裁判所の権限を縮小する憲法改正発議を行う意向を示したことに対し、野党や市民による抗議集会が行われ、社会党もメシュテルハージ党首やジュルチャーニ元首相らが参加して集会を行った。党分裂2011年9月に入り、社会党の刷新を要求するジュルチャーニ元首相ら党内会派、民主連合と、 メシュテルハージ党首など社会党執行部の対立が表面化した。同月26日に党内会派による会合が持たれ、オルバーン首相政権交代や党内改革など4項目からなる共同宣言に署名したが、民主同盟は署名せず党内対立は解消されなかった。10月22日、ジュルチャーニ元首相ら10名が離党し、新党、民主連合の結成を、 表明、11月6日に民主党を改編する形で正式に発足したことで、社会党は分裂した。2013年8月、メッシュテル・ハー・ジーは E2014TM 代表であるバイナイゼン首相との会談で、翌14年に予定されている総選挙において、統一候補を小選挙区で擁立する方針で合意した。 そして翌2014年1月には e 2 0 1 4 p m に加え民主連合や自由党も加えた中道左派連合を結成することで格闘間の合意が成立し同年4月に行われた総選挙に挑んだが連合全体で199議席中38議席に止まり政権奪回は果たせなかった総選挙翌月の5月に行われた欧州議会議員選挙では 社会党を単独で挑んだが、11%の得票に、止まって、現行の4議席から2議席に減らして、極右政党である、よっぴくに次ぐ、第3党に交代した。選挙後の5月29日、メッシュテルハージーは、総選挙と欧州議会議員選挙における、敗北の責任を取って、党首と国会議員団長の職を辞する意向を表明。 翌30日の党会合で7月19日に新党首を選出と新たな党指導部を構成することを決定。7月19日の臨時党会合で党の暫定国会議員団長を務めていたトービアーシュ・ヨージェフを新党首に選出、5月末以降から臨時党首を務めていたボートカラースローは党評議会議長に選出された。 2016年6月25日に開催された党大会では元国会議員でブタペストの第11区長などを務めたモルナールジュラが新たに党首に選出された。2018年4月8日に行われた総選挙では前回より得票数、議席数ともに大幅に減らし、よっぴに次ぐ議会第3党に交代した。社会党は 社会主義時代の旧共産党の政策を支持する労働者層や体制転換の混乱期に元共産党、政府、国営企業幹部などの地位についていたものが転向し、浮遊化した経済界幹部、体制転換以降も社会党への強い支持を論調とする元共産党機関紙人民の自由神。 元共産党労働組合機関紙人民の声紙、ホルン政権下で放映を開始した商業テレビ局などのメディアから強い支持を受けている。同党への国民の間での支持は、50歳以上の高年齢層、首都ブダペスト市や地方県の政令指定都市で強い。特に、ボルショド県、ヘベシュ県、コマーロムエステルゴーム県、バラニア県、ソルノク県など、 社会主義時代に発展した旧炭鉱都市、重工業地域において強い基盤を有する。ハンガリー社会党は、労働者、年金生活者、貧困層への配慮を怠らない、社会主義、社会民主主義とともに、経済界からの強い支持も反映し、右派政党に対抗し、強力な外資導入、基幹産業民営化などの市場経済化推進を、党の政策としている。 旧ハンガリー社会主義労働者党時代から続く伝統として、党内に複数の派閥の存在が認められており、社会主義、社会民主主義、リベラル社会主義、民族社会主義、改革共産主義など複数の潮流が存在している。ありがとうございます。